今回は、有名なジャスコ5人逮捕事件の衝撃の防犯カメラ映像の顔を、リアルな人間の顔にしていきたいと思います。まずは簡単に事件を紹介します。2004年、平成16年の2月17日に、三重県四日市市のジャスコにおいて発生した5人逮捕死亡事件。被害男性は当時68歳で、買い物袋で両手が塞がった状態で ATM コーナーへ。 ATM での捜査を終えた被害男性と子供を前に抱いた女性がぶつかりました。その時女性は男性の体に触れ、財布か何かを奪おうとして、男性ともみ合いに、そして、女性は泥棒と叫び、被害男性は、店内にいた男性3人に取り押さえられます。そしてその騒動の隙に女性は逃亡、そして別件で来ていた警察官2名が駆けつけ、一人は被害男性を20分間制圧。 もう一人の警官は消えた女性を探しましたが見つからず、もう一人の警官が被害男性のいる場所に戻ると、被害男性は気を失っておう吐した痕跡がありました。すかさず救急車を呼びましたが、男性はその時の制圧が元で死亡、被害男性は不運にも女性に嘘をつかれ、警察の乱暴な制圧により、5人逮捕、死亡してしまいました。2011年平成23年年平成 2月17日午前0時に窃盗未遂事件としては控訴事項となった後の監視カメラ映像には男性が atm を利用していたのをその女性が4メートルほど離れた場所から様子を伺うように見ていた姿が映っていたそう女性はおそらく抱っこ紐で前に子供を抱き茶髪で黒っぽいズボンと上着を着用ショルダーバッグを下げていたそうです被害者の手に残ったカードは折れ曲がり眼鏡は一部が壊れていた 控訴事項が成立して被疑者死亡のまま書類送検され検察により財布が被害者のものだと7年後の2011年3月発表されたこの事件には警察の対応の悪さが目立ちそれは事件後も続き被害男性の家族を苦しめることになりましたそして映像が公開されたのは事件から1年後あの衝撃の監視カメラ映像が公開皆さんもご存知 お面をかぶったのののようなこの女性の顔ですさらに謎なのが目撃者がいたはずなのに似顔絵などの作成もされていないこと顔を隠しながら去っていったのか顔の目撃はなかったと考えるかそれとも警察が似顔絵作成はしない方針にしたのか今回の事件は警察の印象が最悪なのでとても警察が正しい捜査をしようとしていない感じが見受けられますでは今回の本題 顔顔を AI にによっててリアルな顔に作り上げていきましょう今回はこの画像の顔を AI によって修復し顔を予測しましたしかしこれが本当の顔だというわけではないことをあらかじめご了承くださいそれがこちらですまだここからリアルになるので第一段階とお考えくださいまず修復された顔と元の画像からどんな特徴があるのかを見ていきますその前に知っておくべきなのは 監視カメラ映像と実際の差がどれだけあるのかという点、そのため、私は監視カメラ映像の画質を比べた動画を見て、画質の良い実際の姿が映る映像と、画質が荒い姿が映る映像に、どんな差の特徴があるのか調べていくことにしました。画質を比較した動画や画像を見たところ、特徴として、目の全体が黒くなる、まぶたの場所も男性でも黒くなります。 口は少し開けるだけでその上下の広い部分で黒くなり、黒い部分があると、その黒さが他の範囲にも広がって映るという特徴がありました。そして、私が見た動画に限ってはそこまで古いものではないためか、鼻の形は大体が変わっていませんでした。つまり、目の範囲が黒くなり、鼻の形はあまり変わらず、黒い部分が大きく、広く全体的に映る傾向にあった。女性は化粧などしていることもあり、 そこまで小さくはならないと思いますそして元の画像からわかることは鼻が短いことです眉間から鼻の下までの長さが短いのが特徴的です口元に関しては画像から受け取れる印象ほど出ているわけではないと思われます右上の画像は左の白い画像から元の顔を ai が予測するという画像で一番左の白い画像から4番目の本人の画像を予測した ai 画像が3番目です 3番目と4番目を比べると結構予測できていることがわかりますね。そして横顔の画像からわかることも見ていきましょう。AI によって作られた顔では鼻筋がなく鼻がすごく低く思われがちですが横顔を見るとこのように鼻が出ています。モデルで横顔の鼻の部分を再現するとこのようにある程度画像の印象よりも高さはあると思われます。低い方ですが 正面からでは分からなかった花の特徴もこれでわかると思います。女性の年齢は見た目が25歳から30代ぐらいだったそうで大きく見積もって20歳から35歳ぐらいまでで考えると良いかもしれません。続いて1個前の画像よりも年齢に合わせて少し若くてリアルにした画像がこちらより正面で見ると若く見えますが表情によっては少し年を重ねたように見えますね可能性が高い点として。 鼻が低く、鼻が短いこと、眉間からの長さが短めなのが特徴的。正確に言うと、このような特徴のパーツを再現したと捉えるといいでしょう。一重になっていますが、二重かもしれません。そして、画像を荒くしたものと、元の画像を比べても、同じようになります。元の画像から進化させていったので、荒くしたら同じようになるのは当たり前ですが、 輪郭や花などパーツの再現は高いと思われますそして今度は年を取らせて現在の顔を予測していきますいろいろなバージョンの年の取り方を想定して痩せたバージョンや太ったバージョンも作成しましたそれぞれいろいろなパターンをご覧ください 今後指名手配犯などの今後を予測していく動画も作ろうと思います以上が四日市ジャスコ5人逮捕死亡事件の容疑者を ai でリアルな顔にしてみたでした